はい、ということでインスタントジョンソン杉でございます。よろしくお願いします。さあ、ということでですね、今期は第3節の予想いきたいと思うんですけども、じゃあ、まあ軽く第2節、振り返ってみたいと思いますが、まあ、開幕戦は13戦中5戦当てましたが、第2節は13戦中7戦と、2つ上がりましたね、星が。なんとか。で、まあ、理論上はね、僕が考えてたものではありました。まあ、その中でも一つ、山形対名古屋ね、あれ山形ホームでやりましたけども、案の定引き分けでした。はい、これはやっぱもう根拠、自分の中の根拠に基づいたものが、ああいう結果を生んだのではないかと思います。そして神戸対川崎も、私引き分けにしましたけども、川崎がないんじゃないかなと思った通りになりまして、ただ引き分けではなく、神戸が勝ってしまったっていうね。さあ、それでは、早速、第3節の予想に行きたいと思います。予想はこちらでございます。はい、ドンと。ね、今、でかい声出てますけど。はい。じゃあ、早速行きましょう。一つ目、こちらでございます。大宮対神戸、大宮ホームでの一戦でございます。出ました、神戸。早速来ましたけども。これ、大宮のホームです。今年、大宮もすごく調子が良くて、いいチームにかなり仕上がっておりますが、神戸、私今年この神戸に非常に気持ちが入ってますんで、神戸勝ちかななんて思いましたけども、やっぱ大宮のこの強さも侮れないので、もちろんホームですからこれは引き分けもあるぞという意味で、引き分け、神戸勝ち、このダブルをちょっと使ってみました。さあ、続いて、2つ目いきましょう。FC 東京対山形、 FC 東京ホームでの一戦でございます。これはね、前節も話しましたけども、山形の雰囲気ね、そして攻撃力、チームの良さ、また第2節も良さが出ましたね。山形ね、名古屋と引き分けましたからね。で、対する FC 東京、これホームですね。じゃあ、なぜ今回 FC 東京が勝ち引き分けにつけたかというと、 FC 東京が第1節第2節と大敗をしてるわけですよね。第1節は1対4、第2節は1対3と、これはちょっと良くないですね。この連敗の中、ホームに戻ってきましたね。サポーターのためにも FC 東京は奮起するでしょう。そしてさらに山形ね、アウェーですから勝ち点1取れれば OK だと、そういう気持ちもある部分、この引き分けの可能性もあるのではないかと思う反面、今回は FC 東京勝つのではないかなと、もうこれは勝たないとサポーターに頭が上がらないですよと、そういう気持ちも込めて FC 東京爆発するのではないかなという予想も一つ含めております。さあ、続いてはこちらでございます。京都対ガンバ大阪、京都ホームでの一戦でございますね。これおって思うでしょう。普通ガンバ大阪ですよこれね。多分そのトトの予想のいろんなサイトを見てみると、ガンバ大阪の方の支持がぐんとあるはずだと思いますね。じゃあ、なぜこれ引き分けにしたかと、これはこの13試合の中で要チェック、もうポイントになるような試合です、これは。なぜかで、京都強いです、やっぱり強いです、なんだかんだ言って。ガンバ大阪やっぱ強いです。そして京都ホーム。ね、本当は京都僕は勝ちにしたかったです。ね、でもガンバ大阪アジアチャンピオンズリーグもやってます。そこでの調子の良さもすごい、もう明るみに出てますよ。攻撃力がすごい半端じゃないです。じゃあガンバに入れればいいじゃないかと思いますが、アジアチャンピオンズリーグがですね、まあ、今日収録してますけども、前の日ですね、昨日行われました。で、この京都対ガンバは3月の22日でございますから、そんなに空いてないですね。はい。ってことは、静養する時間があまりないと。そういう部分で、ガンバ大阪もなんかそういう疲れが少し出るんではないかなと。そして京都も攻め切ってホームですし、そしてこれ関西ダービーでございますから、これはもうね、できることなら京都勝ちしたかったんですけど、やっぱり、ガンバ大阪はそうさせないんじゃないかという部分で引き分けでございます。これ当たるといいですね。これ当たったら本当気持ちいいです。はい。さあ、続いてこちらでございます。千葉対川崎、千葉ホームでの一戦。ほら、これもびっくりでしょ。普通川崎だろと。ね。川崎、これもちろん支持が高いですよ。ね。川崎、これもアジアチャンピオンズリーグ出てます。ね。確かですね、今日ですね、今日水曜日なんですけども、そっから見るとまた空いてないですね。うん。疲れがちょっと溜まってるのではないかという部分と、これ千葉、十分休養を取っての一戦、そしてホームです。ね、千葉のサポーター熱いです。
ね、そして前節千葉対柏、柏ホームで引き分けました。やっぱり実力のあるチームでございます。さあこれで今季初勝利、千葉ここでこのホームで飾るのではないかという、そういう流れでの千葉勝ちでございます。これ2つ目です。これも当たったら気持ちいいですよ。さあ続いてこちら、湘南対岡山、湘南ホームでの一戦でございます。湘南ね、いや強いでしょう今年。もうこれはチーム状態から何から全ていいんじゃないかなと、ね、対する岡山、ね、引き分け2連チャン、うまいこと来てますよ岡山のね。いやでもさすがにこの湘南ホームでの湘南はちょっときついのではないかな。いや岡山もね、組織はしっかりしてますし、それなりにこう踏ん張って、もしくはあれ岡山勝っちゃったみたいなこともあるかもしんないですけど、僕は湘南勝たいんではないかなと。本当に僕のあくまでの偏った意見ですけど、 2-0 で湘南ではないかなと思ってます。いや本当にこれ言い切っちゃったもん勝ちなんで、ダメだったらまた次の時に謝ります。本当に謝りますから。この困っちゃったぞ行きたいと思います。まず一つ目こちら、横浜マリノス対柏、横浜マリノスホームでの一戦でございます。これ難しいでしょう、どう考えたって。マリノスもね、開幕戦ひどかったですけど、前節清水がホームでの引き分けですからね、修正したんですよ。やっぱマリノス1チーム戻ってきたんですよ。ゴール前でやることよりもミドルシュートに重点を置くことでチームが動き出したんですね。対する柏、やっぱいいチームですよ。もうフランサからもうリー・タダナリからもう調子いいんですよ。まあでもどうだろうな、うん、引き分け、うん、どう、あー難しい、これ難しい、本当に難しい。直前まで考えますこれは。さあ続いてはこちらでございます。名古屋対清水、名古屋ホームでの一戦でございます。これなぜ迷ってるか、早くプッと名古屋つければいいじゃないかと思うでしょ。なぜかというと、これ名古屋もアジアチャンピオンズリーグ出てますね。まあ昨日ですね、今日水曜日なんですけど、収録が昨日アジアチャンピオンズリーグやりまして、中国のクラブチームでやりまして引き分けです。ちなみに、みぞ球場でやってます。ホームでやってるわけです。それで引き分けなんですよ、0対0。ね。監督ピクシーは大丈夫だと。今のチーム状態悪くない。いや、その通りだと思います。でも、玉田に、コメントしたときに、やっぱちょっと疲れが出たかなと。そりゃそうですよ。第2節から2日。中2日でやってんですから。これはちょっと疲れますよと。じゃあ、さらにまたこれでね、アジアチャンピオンズリーグをやって、またこの22日、疲れが取れてればいいですけど、ちょっとこの辺も分かんないですね。清水も守備いいですし、もしかしたら清水勝つんじゃないのかなって思ったりもしますし、やっぱり名古屋が踏ん張って 1-0 あたりで逃げ切るのかななんていう考えもあるんで、これも直前まで分かんないです。さあ続いてはこちらでございます。徳島対熊本 J2 ですね。徳島ホームでの一戦でございます。これ難しすぎますよ、こんなもん。徳島と熊本のレベル一緒ですよ。お互いこのいいチームね、徳島ホーム、熊本、前節横浜 FC 対熊本やりましたけど、アウェーながら2対1勝ってますよ。決めるとこ決めましたもん熊本ね。対する徳島もがっちりやりますよ、サッカーホームですもん。これどっちよ、難しいよ。さあ続いてはですね、こちら困っちゃってるゾーンなんですけど、鹿島対広島の一戦、鹿島ホームでの一戦でございますね。いやこれ普通鹿島だろと、ホームでの鹿島はめちゃめちゃ強いじゃねえか、スッとつけなさいよ鹿島にと思うんですけども、まあこれも鹿島がですね、アジアチャンピオンズリーグも絡んでましてですね、先ほどまあなんていうんですかね、この疲れ、鹿島がアジアチャンピオンズリーグの疲れが出なきゃいいけどなみたいなとこなんですよ。はい。でまあぶっちゃけなんですけども、どこで迷ってるかっていうと、鹿島勝ちなのか引き分けなのかみたいなとこで迷ってるわけですよ。さあということでございまして、こんな感じでちょっと今回予想したんですけども、今年の J リーグはですね、このレベルが各チーム本当に似たり寄ったりなんで、もうね、難しいですね。僕はもう J リーグやちょっと予想して4年目ですけど、一番難しい年なんじゃないかなと思いますが、まあ一応13戦5戦当てて、第2節13戦7戦当てて、さあ続いては9戦、いやもっと10、いきなり1あるかもしれないですけど、ここまで手抜かしたから、じゃあお互い健闘を祈ります。頑張りましょう。